じゃねえ。ジェネ投稿をお聞きの皆さん、 LDH のアホジェネレーションズです。はい、ということで今日のメンバーは高橋と中塚と斉藤です。ということで海外での活動も多いジェネですが、空港の顔認証ゲート使ったことあります？ということで僕はですね、顔認証ゲートを使ってるんですけどね、今年の正月に海外行ったんですけど、まあ便利ですよね。あれはもう横で図で並んでるってピーってやったらいけるんで、もうなんか優越感が半端ないですよね。あれもうなんかねえ、ちなみにですね、顔認証ゲートはいやー、ゆうたくん話すの下手くそやな結構頑張ってましたけどねピークがなかった。あ、ほんとですか。うん、調子良かったっすからね、今日。全然良くなかったよ。あれ良かったんや。良くなかったけど。手応えはもうバッチリ。バッチリ。バッチリ。全然。大丈夫加藤君、月1いける？お茶飲むな。どっから話す？どっから話す？まあ顔認証は一応ね使ってるっていうか、それの前にあったあの自動改札を俺ら使ってた。自動改札とか自動受付みたいなやつ、あっちの方が先になったよね。この顔認証よりも先に自動化ね、自動化ゲートの方ね、自動化ゲートの方、あっちはジェネみんな登録してやってたよね。うん、したした。あれほんま楽やな。あれめっちゃ楽。プライベートジェットみたいな。ああ、プライベートジェット。持ってるんでありますよ。どういうキャラクター？それは全然持ってます。プライベートジェット持ってます。持ってます。乗せてや今度。乗せて。無理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 。なんで？家族以外無理。ああ、家族みたいなもんじゃ。だっていや、なんでやね。いや、血つながってんし、アホちゃん。怖っ。怖っ。めっちゃ怖いよ。いやでもプライベートジェットね、意外とLDHは持ってないっていうね、こんな飛び回ってるんですけど、夢ではありますけどね、プライベートジェットは。まあな、一回飛ばすのに運千万かかるんですよね、あれ。プライベートジェット？うん、らしい。いや、もったいないよ。そしたらもう、そしたらファーストクラス。もうなんかそう、ファーストクラスでいいよな、楽やでな。で、あのさ、ヘリコプターおじさんってわかる？あ、ヘリ乗せてあげるよみたいなやつ。何それ知らん？有名だよね。なんかあのナダルさんのやつでしょ。うん、ヘリコプターおじさん、アメトークで見た。そうそうそう、知らないですか？東京の夜の空を飛ぶヘリコプターを持ってるおじさんがいるらしいんですよ。ヘリも高いのかなと思って。それだったらさ、ヘリが安いんだったらヘリにしちゃったらさ、楽かなと思って。確かに。でもヘリやると便利っすよね。キングトモロやな、ヘリ。確かに。トモロさん、トモロさんね。まあヘリはその大阪までとかも行けるんでしょ。だって便利っちゃ便利だからね。飛行機で大阪めっちゃ楽だからね。でもそのね、遠いわけよ。伊丹がね。伊丹と関空とかもさ、遠いのよ。関空は遠いイメージある。でも伊丹なんかこの間使ったけど、そんな30分ぐらいか、ドームまで。もう心斎橋にザザザザって雨村に着陸できた。一番楽。いや、道路細すぎるでしょ。それやったらもう絶対飛行機で行くねんけど。三角公園のとこ。三角公園に、三角公園にドガーンってこう着陸できたら一番楽やな。完全に羽ぶつかるでしょ、もう。じゃあということで、このぐらいでゆうたくんのつかトークから始まって、まったりまったりスタートね。まったりなスタートですけれども、ということでジェネトーク今週もよろしくお願いします。それではここで一曲聴いてください。ゆうたくんのフェイバリット J-POP。 りょうたくんが初の映画の声優主演を務めた「君と波に乗れたら」の主題歌で、ブランニューストーリー。ジェネレーションジェネレーションズがお送りしているジェネトーク。2019年もあっという間に4分の1が過ぎようとしています。そして3月は別れの季節。多くの悩みが生まれ、多くの人たちがもがき苦しんでいます。手遅れになる前に早めに解決して素敵な日常を取り戻しましょう。せーの、僕たちはジェネトークお悩み解決隊です。あ、完璧バッチリ決まりましたね。ということでリスナーの皆さんと電話をつないで悩みを解決に導いていきたいと思います。まず最初のリスナーさんからのメッセージを紹介しましょう。ラジオネームゆっこさん。私の悩みは高校を続けるか辞めるかです。今私は高校2年生の16歳です。最近学校という環境が私に合わないということを実感し、このまま続けても苦しいだけかなと思い始めています。
単位などは今から全力で頑張ればどうにかなると言われていますが、正直学校に通うことがしんどいです。でもこの世の中学歴社会と言われているので、今辞めたらこの先が不安で夜も眠れません。じゃあ早速ね、お電話つないでみましょう。ゆっこさんね、ゆっこさん。ピュデデデデデデデ。もしもし。もしもし。はい。ジェネレーションズの白浜アランです。そして、中塚です。そう。あ、カズハラです。はい。何してたんですか？今は買い物してて一人で外来ました。あ、買い物中だったんですか？はい。何買い物してるんですか？今洋服見ようかなって思ってました。あら。ということでね、ゆうこさん、はい、お便りしたの覚えてます？はい、覚えてます。ちなみに今は最近は高校どういう感じで行ってるんですか？行ける時もあれば、はい、でもほとんど今は行ってないかなって状況で。はあ、なるほど。はい、そんな感じ。ゆうたくんの鼻息さっきから聞こえてます？あ、聞こえてます。聞こえてますよね。あ、いいですよね。その学校に行きづらくなった原因っていうのが、友達とちょっとトラブルになったと、はい、トラブルになっちゃって、その期間学校に行かなかったらなんか行きづらくなっちゃって、あ、そのね、行かなくなるとね、やっぱ一回なると行きづらくなりますよね。そうなんですよね、うん、でまあ勉強も苦手っていうものもあったり、はい、辞めるかもってことは親は理解してくれてると。一応理解はしてくれてます。で将来は保育系の仕事をしたい。はい。でもこれは高校の卒業が必要なんですね。そうなんですよね。で辞めた後は当面バイトして高卒試験を受ける予定。はい、情報によるとやっぱもう辞める方向に結構気持ちは傾いてはいるんですね。傾いちゃってはいるんですけど、はい、でもこの2年間、はい、そう頑張ってきたのもあるし、うん、確かに、そうお母さんが一番応援してくれてたから、うん、なんかそれを裏切るのもなーみたいなところで悩んでて、まあ、はい、難しい、難しいよね。そうなんですよね。リュウト君はでもね、高校をやっぱ歌でね、うん、僕はまあ辞めた人だから、まあ、辞めた人からすると、うん、もうぶっちゃけ多分あとちょっとやから頑張った方がいいと思うよ。ああ、やっぱ確かにね。僕はたまたまやりたいことがあって、はい、怖いもの知らずな性格で、はい、まだ若かったし、はい、絶対行けるというわけのわかんない自信があって、まあなんとか今があるからいいけど、はい、今がなかったらそれはそれで、今がなかったら多分人に言いたくないことやと思う、中卒ですって。あ、確かに。隠して生きたいぐらいのことやと思うし、辞めるとね、失うもの相当多いよ。まあ確かにね、それは間違いない、うん、そうですよね。うん、辞めた、だって今も学校行ってない期間って何してんの？バイト？バイトです。めっちゃ退屈やろ。退屈です。もうだってそれになるわけやで。だってそんな高校行きづらいかもしれんけど、友達だっておるわけやろし、はい、絶対その時間の方が人生にとって財産になるから、まあ長い目で見るとね。マジマジ、僕もだってたまに思うもんな。今はジェネのメンバーがさ、はい、いじってくれるから面白おかしく話せるけど、はい、思う時あるもん。うわ、なんでここでこの言葉知らんねやとか、漢字書かれへんとか、うん、頭いいこといる時とかに、うわ、学ないわって経験が実際あったりとかするから、うん、で、その友達とのトラブルとかも人間話し合ったら分かるから、うん、はい、うん、長い目で見たらそのトラブルも思い出ない。笑える笑える、私らあんなことあったなって、うん、慣れるから、ちゃんと話すと人は、うん、大人になった後の同窓会とか楽しいよね、うん、そうそうそう。やめることで失うものの方が多いし、親が理解してくれてるっていうのは、うん、ゆっこちゃんはそう感じてるかもしれへんけど、うん、多分相当残念がってると思う。うん、うん、ね、親は優しいからそうやって歩み寄ってくれるとは思うけど、うん、じゃあ小卒のゆうたくんはどう思いますか？まあ小学校も4年生までしか行ってないけど。幼稚園卒やん、それも。幼卒って何やねん。幼卒、ゆうたくん聞いたことないわ。幼卒なんですけど、僕は。まあねえ、話ですけど、やっぱ学歴見られますからね。まあね、関係ないと思ってても、うん、もったいないからね。あと1年頑張りましょう。頑張りたいのが、ジェネの、はい、アドバイスです。そうや、頑張って単位取れんやったらもう絶対頑張った方がいいよ、うん、はい、絶対無駄ならへんから今頑張っといたら、うん、確かに、はい、うん、帰ってけへんで、青春は。ですね、はい、そうですね。トネちゃん頑張っちゃう。
誰が好きですか、ちなみに。ゆうたくん。やめた方がいいよ。推し変えた方がいいよ、ね、僕はあまりおすすめはしてないですね。全然喋ってなかったね、じゃあゆうたくんと。なんかじゃあゆうたくん、ちょっと一言言ってあげ。補足、補足。今度、家行っていい？どういうこと？どういうこと？アホだね。家庭教師やっていい、家庭教師。家庭教師で行きますね、今度。頑張ってます。ということで、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってね。楽しんでください。ライブ来てね。行きます。頑張れよ。頑張って。はい、ありがとうございます。じゃあねー、バイバイ。バイバイ。失礼します。バイバイ。はい、ということで。自分が実際にね、そう経験してるからね、うん、確かにその気持ちは確かにでかい。人生変わるからな、だって真面目よ。まあ確かにね、そりゃ、うんうん、頑張ってほしいな。いや頑張ってほしいですね。まだ卒業したら普通と送ってほしいよ、ほんま、うん、じゃあもう一人ね。じゃあ行きます。何これ、ラジオネーム水賢源十郎さん。娘がファンで卒業前のサプライズがしたいのですが、皆さんの声を聞かせてあげたいです。あ、なるほどね、ご協力お願いします。もしもし、はい、水賢さんでよろしいですか。あ、そうです。ジェネレーションズの白浜アランと申します。あ、はい。赤塚優太です。あ、はい。ボーカルの風原龍斗です。お、はい。おー、ということでですね、水賢さん、おいくつなんですか。33歳です。おー、33歳で、はい、若い。娘さんが高校3年生で、奥さんの連れ子ということなんですね。あ、そうですね、で、ジェネレーションズが好きで、はい、ゆうたくんのファンでもあると。そうです、ね、その娘さんにサプライズがしたい。はい。それは何とも素敵な、素晴らしいパパですね。素晴らしいお父さんですね、うん、素晴らしいのに名前が、名前は酔っ払ってるんですか。水賢ですえ、本名ですか、水賢は。なんか言ってる。あ、水賢本名です。あ、水賢本名ですか。本名はええあ、嘘ですか、ね、あ、びっくりした。何それ、びっくりした。源十郎さんは、源十郎は困る。源十郎は嘘です。全部せ、全部せ。ローだけやってます。ローだけ。ローだけ。あ、ローだけやって。はい、太郎ですか。達郎ですね。達郎。達郎さん。達郎さん。なるほどなるほど。なるほど。ほどはい、で、今娘さんどちらにいらっしゃるんですか。今部屋で着替えてます。着替えちょっともう出てくると思いますよ。あ、本当ですか。じゃあ、はい、どうしよう、どうやってサプライズしたいですか。まあ、それか、どういうすればいいですか、ね、パパの友達みたいな感じで変わります、ね、ああそうですね、はい、それ面白い。でまあゆうたくんのファンということで、じゃあゆうたくん一発目いこう、うん、ゆうたくんが話しよう。娘さん名前なんて言うんですか。娘さんのお名前は、トウコと言います。トウコ、はい。じゃあちょっと変わりますね。あ、変わります。じゃあゆうたくん、はい、もしもし。え、絶対違うやろ。え、あ、バレた。バレた。なんやねん。癖が強いんじゃん。大癖じゃん。欲しがり屋さんだわ。欲しがり屋さんですね。欲しがり屋さんだわ。水賢さん。じゃあ、ちゃんと本当に帰ります。あ、本当に帰ります。びっくりするわ。素敵なお父さん。もしもし。とうこちゃんか。はい。とジェネレーションズです。はい。え、知ってるやん。はい、知ってます。あ、してんねや。サプライズじゃなかった。あれ、まあ、ということで、ジェネレーションズの、うん、長塚です。白浜です。はい、風原です、はい。はい。あれ、気づいちゃってました？電話。あ、起きました。え？寝てて、うん、電話が来て、起きました、うん。あ、先に聞いちゃったのか。なんだって。いや、絶対多分お父さんからしたやろ、うん、お父さん言ったやろ絶対。大癖者やん、うん、お父さん我慢できずに言っちゃったのかな。達郎さん言うと思ってるやろ。言っちゃったこれ。え、うん、ほんま源十郎さん。水賢お父さんのラジオネーム聞きました。聞きました。水賢源十郎っていうめちゃくちゃふざけたラジオネームをよこしてきたんですけど、お父さんどんな人なんですか。面白い。あ、いい、素敵。うん、いいですね。ちなみにゆうたくんの好きなところは。全部です。全部。今白目向いてるよ今。今ちなみに白目でずっと話聞いてるんですけど大丈夫ですかね。怖すぎんねんけど。なんかゆうたくんに伝えたいこととかあれば。使ってもらって大丈夫ですよ。今白目向いてますけど。怖い、全然怖いから、うん、白目なんですけど聞いてます。あ、笑った口元、はい、が私と似てるんですよ。あ、似てんだって。ペロペロしろ。でもゆうたくんペロペロしてますよ今。え、ちょっと写真、LINE 交換して、交換写真送ってくるか。交換すんな。何言ってんねん。いや、でも、トウコちゃん、この変わった感じが好きなの？なんか。トウコちゃんも変わりもんやな。うん、すみません。じゃあ、ちなみに、他のメンバーで好きな人とかいます？リュウト。リュウトくん。なんでそこはユウタくんに叶わへんかったんかな。叶わなかったとこ、正直に。
お前ほんまこれ、お前今マジでちゃんと電話してんねんか、やめろや、そういうこと言うの。なんでなんで、なんで可愛い感じ。あ、可愛い感じ、うん。でもまあ言っても2位ですからね。じゃあちょっとジェネのランキングつけましょうよ。あの好きなランキング。ああ、うん、いいね、気ぃつかんでいいからね、うん、全然いいよ本当に。じゃあ3位は、3位は隼人くん。おぉ、やばい、そよ風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 、上位、やばいやばい、上位、やばい、嬉しい、なんかそよ風支持者いるんだ。いいね、トコちゃんいいね。で、じゃあ真ん中の4位はアランくん。おい、これ気使ってないですか、本当に気使ってない。全然ちょびっと、はい、はい、ちょびっと、ちょびっと気使ってんのかい。5位は、うん、レオくん。あれを残りは涼太とベンジー君。まあ言い方を変えると、じゃあ次最下位を発表しましょう。ジェネで一番興味ない人。ベンジー。なんでやだ。あいつやろ。なんとなくこの展開分かってたけど、やっぱ名前聞くとかわいそうや、なんか辛い。そう、言い方が悪い、アラン君。興味ない、興味ない言うアラン君の言い方がすっごい悪かったよ。まあメンさんそういうのに成立するキャラやからね。いや、それもそれ彼もプライドあるから。いや、ジャガイモ君ね。ジャガイモ、メイクイーン、メイクイーン君。じゃあトコちゃん、はい、最後に聞きたいことありますか、ゆうた君に。でも何でもいいし、伝えたいこととか。宮崎に来てくれます。それ誰が今後ろに言ってないから。お母さんか今聞こえてるよ、うん、宮崎でも比較的行く機会多いからね、うんうん、フェスとかでもあるし、PG もあるしな、うん、はい。東郷ちゃん、なんかお父さんにさ、はい、なんかせっかくやし、こんなサプライズね、企画してくれたから、なんか言いたいことあったら。ありがとうございます。かわいい、かわいい、感じがかわいいですね。そんなお父さんに、はい、曲のリクエストもらいたいんですけど。トークちゃんじゃなくて、お父さんじゃなくて、すごいお父さんに。達郎さんの聞きたい曲。達郎さんの、源十郎さんな。源十郎さんが、本名言うな。源十郎さんが聞きたい曲とかあります？ちょっと変わってもらいましょうか、電話。あ、はい、変わりました。ちょっとお父さん、なんでバレちゃったんですか、サプライズ。寝てて、起きて降りてきたら電話してたんです。あ、なるほどな。電話を聞かれたんですね。あ、なるほど。ボンミスだったんだね。そうですな。あれ、そうですな。僕のランキング聞かなくていいですか。じゃあ聞かせてください。聞きたいです。一番好きなのは、聞いておきます。1位が源十郎。え、はい。はい。はい。あ、まあ聞きます、聞きます。はい。はい。2位。2位は、2位が、ゆうとくん。あ、はい。はい。3位が、3位が、ゆうたくん。おぉ。はい。4位が、4位が、7位がメンディ。あの、飛びすぎやし。1位誰やねん。もう早く曲のリクエストもらってください。青春の曲でも、何でも。何でも。まあいいかな。僕的には水拳なんで、ジャッキーチェンの水拳をかけてもらいたいなと思うんですけど。じゃあちょっとトコちゃんに聞こう。トコちゃんにジェネかけてもらおう。変わってください。変わってください。お父さんもできん。ジェネトークできん。できん。できん。ちなみに、うちの新しい生まれた赤ちゃんが、名前がレオって言うんですよ。おお、すげえ。すげえ。はい。その話ほんまですか？これ本当で。ああ、わからんくない。一時こんな確認せな。じゃあトコちゃん、トコちゃん、ちょっと、トコちゃんに変わってもらっていいですか？変わってもらいます？はい。はい、変わりました。ふざけ切ってるじゃないですか、お父さん。お父さん、カリスマ。カリスマ入ってるわ、お父さん。カリスマじゃないですか。カリスマあるわ。カリスマやわ。じゃあ、トコちゃん、なんかリクエスト曲あります？ジェネレーションズさんで、涙。あ、いいですね。はい。じゃあ、お電話ありがとうございました。ありがとう。家族仲良く、トコちゃん。就職先でも頑張ってくださいね。はい。またライブで。ライブでね。ライブでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ジェネレーションズがお送りしているジェネトーク、本日はここまでとなります。皆さん楽しんでいただけましたか。さて、この番組では皆さんからのメッセージを大募集しています。メッセージは JFN パークのアプリをダウンロードして送ってください。疑問質問何でも OK です。ということで、ここまでのお相手はジェネレーションズでした。